はい、皆さん、こんにちは。はい、今回もですね、ちょっとね、バンコクに戻ってきまして、私のいつもね、行きつけの喫茶室でちょっとこの動画は撮っております。はい、でですね、どんな動画かというとですね、エールメイケの話です。まず最初にそれを言っておきます。もうエールメイケの話っていうとね、もう皆さんに関してはっていうふうに思われる方もおるかもしれませんけども、まあ私もね、皇室関係の話はね、結構話をしておりますので、ちょっとね、お付き合い願えればなみたいな感じです。でですね、今週ちょっとね、発売されている、今回はね、週刊女性の話なんですけども、週刊女性にね、タイトルとしてですね、ケイ妃殿下が剛腕のクイズ王に、エールメイケにとっての起死回生を託すみたいなことで、実はですね、そういったような記事が上がっておりました。なんのこっちゃみたいな話ですけどね。まあそのことに関してはね、また具体的に黒板にまとめてあります。こんな感じ、ちょっとご覧ください。はい、でですね、ちょっとね、ご覧になっていただいている通りですね、エールメイケの側近のトップ後任はクイズ王、はぁみたいな、クイズ王誰ですかみたいな感じですね。でね、あとがちょっとまたね、名前等もちゃんとね、お話ししますけども、名前をね、お話しするとね、あ、そっか、この人なんだ、なのかなというようなことで、皆さんもね、具体的に、分かってくると思いますけども、ちょっとね、初めの方からちょっと説明していきます。はい、でですね、今現在のエールメイケのね、もう側近、最側近っていうと、なんといっても加地皇嗣職大夫ですよね。で、加地皇嗣職大夫に関してはもう今年ね、御年70歳をお迎えになられております。でですね、まあこういったような、例えば刑務所の長官だとか、皇嗣職の大夫だとかっていうようなですね、非常に、まあ、重心というかね、そういった人に関しては基本的には定年はないようなんですけども、まあ暗黙の了解じゃありませんけどね、まあ70歳になったらっていうような話らしいんですよね。で、この加地さんが実際もう70歳を迎えられているというようなことなので、いや、今年はね、もうね、退任かなというようなことがいろいろ、まあ噂として出ております。じゃあこの加地皇嗣職大夫がね、退任になった後、誰がね、大夫になるんですかっていうことが非常に注目されるわけですよね。なんといってもね、宮家のね、特にエール宮家の最側近になるわけですから、なんといってもね、エール宮殿下もそうですけども、あの桂妃殿下のキーキーに付き合うには誰が付き合うことができるんですかみたいな話ですよ。はい、でですね、後任として有力なのが、もうここまで言ってくるとね、話を出すと皆さん、あ、そうか、あの人かっていうふうに思うかもしれませんけども、元警視総監だった、吉田直政さん。はい、今現在はですね、御用係、としてね、エール宮家専属の相談役のような形で、職務を全うされております。まあね、この方ね、私もね、今回ね、この吉田さんの、まあ、ご経歴というかね、それに関してもね、詳しく知ることができたんですけども、なかなかすごいんだよね。まあ、さっき言いましたように、もともとはね、その警視総監を、ご歴任されたというような人なんですけども、例えばね、ここに書いてある通り、宮崎県警の本部長時代には、知事の汚職事件を摘発しただとかね、あるいはね、福岡県警の本部長の時代の時には、なんとなんとですね、これ、工藤会、これあれですよ、あの893。893のね、そのトップをね、脱税容疑で逮捕といった、そういったのは、まあどちらかというと非常に剛腕の方みたいなんですね。片やですね、ちょっとこれもびっくりしたんですけども、高校時代はね、さっきちょっとこのタイトルで書いてある通り、なんかね、クイズのね、番組に出て、テレビ番組かなんかに出てですね、全国大会で優勝しちゃったんですって。はあ、というようなことで、まあこれだけ見てもですね、まあ文武両道なのかなっていうことはよくわかりますよね。で、なおかつですね、なんとね、5カ国語を操るというような人らしいです。へえ、5カ国語なんていうとね、やっぱり私なんか最初に思いついちゃうのは皇后雅子様ですけどね。へえ、皇后雅子様と同じぐらいいろんな外国語が使えるんだみたいなことで、これだけ見るとなんかすごいねっていう感じですけどね。まあそういったような英知も持たれていて、なおかつね、それこそ893の人を脱税容疑でね、逮捕しちゃうっていうような、非常に、なんていうの、剛腕ぶりを発揮するような、まあ、まさしく確かに文武両道かなみたいな感じですよね。で、まあこのね、吉田さんが、まあ、今現在の加地さんに代わって皇嗣職の大夫に、まあ就かれるんじゃないかなというようなことが言われておりますけど、果たしてなんですけどね、まあ片やですね、今現在の加地さん、まあね、本当にこのままお辞めになる、としたらね、一番最後の、年にですね、あの例の、佳子さまのわがまま一人暮らし、あれでもうなんか味噌ついちゃいましたよね。
なんかさ、そのコストを、ね、削減するために、恵美子さんと佳子さまのお部屋は、赤坂ベルサイユ宮殿には作りませんでした。で、いくら節減できたんですか、わかりません。というようなことで、非常に味噌をつけちゃったような価値さんですよね。まあ、価値さんというとね、まあ、例えばね、本当のトップのね、金融庁のトップの、まあ、西村さんと同じように、なんとなく事なかれ主義というかね、結局は、その、永宮ご夫妻、特にやっぱり経費殿下だと思いますけども、経費殿下がキー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 言い出したら、それをね、収めることができないと。まあ、それだとね、結局、側近でいる意味がないと思いますけどね、結局はイエスマンなんじゃないのかなっていうようなことが、やっぱり勝さんとしてはそういったような印象がね、私は強いですけどね、まあ、皆さんはどのように思われてますでしょうかということですね。まあ、そういったような勝さんだったので、何せですね、まあ、今現在の永宮家というのは、まあ、批判はものすごいですよね。もう私も批判しているね、筆頭格みたいなもんですけども、まあ、ただね、批判するには批判するだけの、そういったような元の原因があるわけですよ、この永宮家にはね。まあ、といったようなことを考えてもね、じゃあ、このもしね、この吉田さんがですね、そのまま、皇嗣職の大部に就かれるというようなことになった場合にね、例えばこの永宮家のありようだとか、永宮家はどういったようなことでダメなのかみたいなことをね、国民にそれこそ分かりやすく説明責任を果たすことができるんですか、ね、永宮家のありのままを伝えられることができるんですか。まあ、そういったようなことができれば、もしかしたら永宮家のイメージアップにもつながるかもしれないねみたいなことを週刊女性の記者は言っておりますけど、はい、ここでちょっと一つ言いたいと思いますね。皆さん、そんなことができると思いますかっていう話ですね。私なんか思ってますけど、まあ、これおそらく吉田さんっていう方は、まあ、ちょっとね、今ご紹介させてもらった通り、かなりの文武両道の方っていうことが想像できますけども、まあ、この方自体はね、優秀な方なんでしょう。ね、という、まあ、それ警察官僚としてずっとね、なんていうキャリアの道を歩んできたような人だから、まあ、優秀なんでしょうと。ただね、今現在、その優秀だからといって永宮家を鬼に対してうまくね、相談役としてまとまるか、なおかつね、ちょっとここに書いてある通り、永宮家のイメージアップのために何かしらできるんですかというと、全然違うと思いますよね。まあね、はっきり言って、今までのそのね、西村さんとか加地さんのイエスマンというような立場から、やっぱりね、物をね、バババーンとね、なんかね、例えば経費殿下、もしくは永宮殿下、もしくは悠仁さま、佳子さまがなんかおかしいことをやってるっていうようなことになったら、とにかくそういったようなことに関して、ダメですよみたいなことをね、大きな声で言えるような人じゃないと、やっぱりね、永宮家のイメージアップなんていうことは、絶対に無理でしょうね、というような私は気がいたしますけど、まあ皆さんはどうでしょうかっていう感じですね。で、かたやね、この記事の中にね、こんなこと書いてあるっていう話ですけど、経費殿下に関しては、やっぱりその文武両道のこの吉田さんに関してね、この吉田さんの英知にすがるじゃありませんけど、なんとかね、この永宮家のね、評判を良くしなきゃいけないっていうことで、なんかね、すがっているような経費殿下。まあ今現在もね、その御用係ということで、当然相談役をお務めになっておられるので、まあそういったようなことでちょっとね、頼ってるんですかね、果たしてっていう感じですけど、まあそういったような中で、例えばね、まあ4月にも広報室がね、実際に、発足しましたよね。で、今現在もう4月に発足して、何月ですか、もう8月、もうすでにね、4ヶ月、5ヶ月経ってますけど、何やってるんですか、この広報室。みたいな感じですよね。外部から広報室長を引っ張ってきてですよ。で、なおかつね、外部からまた何人か入れてきてますよね。それだけだってさ、年間で何千万円の人件費を余分にかけてるわけですよ。今私余分にって言いましたけど、全然効果が出てないからね、広報室としての仕事をやってないから、余分に人件費がかかっちゃってるわけですよね。なのでそういったようなね、この状況の中でこの吉田さんが、ご自身のね、まあ、優秀な方なんでしょうけど、どこまでやれるのかっていうことはね、やっぱり言っときたいのは、とにかくね、特に永宮ご夫妻、特に佳子さまもそうですけども、ちゃんとものを言える人じゃないと、これ務まらないと思うよね。でなければ今までの加地さんと同じように結局はイエスマンになって、この永宮家のですね、炎上はいつまでたっても、収まらないというようなことになるんじゃないかなっていう気がいたしますね。まあ記事の中として一番最後にこんなこと書いてあるって話だけど、一番下の部分、
エーヌミヤ家を正しく強く温かく導けるのか、吉田直政さん無理じゃねえのみたいな感じがいたしますけど、まあそんなこと言ったらね、もうちょっとね、吉田さんもちょっとかわいそうになっちゃうから、まあいずれにしてもですね、まあ、頑張ってほしいですよ。まあとにかく今までのね、会社さんもね、もう西村さんだってもうすでに60半ばぐらいでしょ。はっきり言ってさ、やる気は全然見れないよね。という中でやっぱりね、少しはね、まあこの今、吉田さんが確かね、年齢はまだ60歳の初め。私と同じ年ぐらいですよ。62、3ぐらいの人だから、まだまだね、なんていうんですか、やる気を出せばっていうようなことだと思いますからね、ぜひね、永宮殿下、もしくは特に慶喜殿下にはバンバン行ってほしいなっていう気がしますけどね、まあそれをとにかく、まあ、多少は期待したいなっていう感じです。ちょっと難しいと思うけどね。まあいずれにしてもね、今回のこの動画の中では、このね、今現在御用係の吉田直政さん、元警視総監の方ですけど、この方のまあね、経歴というのはあまり私もよく知らなかったので、今回ちょっとはっきりしたなということで、まあ皆さんにもね、ちょっとね、紹介をさせてもらおうと思いました。ちょっと今後ですね、まあおそらく加地さんは今年中に職を離れると思いますので、その後のこの吉田さんね、どういった形で職を全うされるのか、ぜひ皆さんと一緒にですね、注視していきたいなと思います。はい、といったようなことで、吉田さんどうかね、大丈夫かなみたいな感じですけどね。はい、今回もありがとうございました。バイバイ。